はい、こんばんは。対談の時間になりました。今日はですね、犬アバターの高橋佐藤さんに来ていただきました。高橋さん、よろしくお願いいたします。あ、よろしくお願いします。はい、ではですね、まず最初に、簡単な自己紹介を、高橋さんの方からよろしくお願いします。あ、はい。セカンドライフの中でマシニマを作っている、犬アバターの高橋佐藤です。はい、はい、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。あのね、まあ、まず最初にね、この肩書きが犬アバターというところでもと私引っかかってしまったんですが、この犬アバターを選んだ理由っていうのは何かあるんですか？あ、アカウント作るときに、なんかいっぱい選択肢があって、はいはい、その中で、犬アバターが可愛かったので、でも本当にそれだけです。なるほど。でもあれですよね、映像を見させていただきましたけど、この犬アバターでもって出演されてますよね、中で。あ、はい。最初の一作目は、まあ、せっかく、自分が犬なので、なんか犬で、ちょうどいいお話がないかなって探したら、うん、イソップの、はい、お話ですぐ見つかったので、それを撮ってみました。あ、なるほど。まあ、自分のアバターが犬だから、とりあえず、じゃあ、犬の、まあ、お話ということで、イソップも確か撮られたんですね、あのお話。あの、犬と骨ですか。はい、そうです。なるほど。本当になんか面白いあれなんですけども、実際に高橋さんは、このセカンドライフに入る前から、そういう映像とか、そういうものを作ったりとかしてたんですか？あ、いえ、映像は全然作ったことがなくて、YouTube にアップロードをしたこともなかったです。はいはい、そうなんですね。じゃあ本当にセカンドライフに入ってから、マシニマというか、こういう映像制作をし始めたという感じなんですね。はい、そうです。ああ。でもすごくそのね、映画のカット切りとかね、その、カメラの回しとかをいろいろね、わかりやすく、お話が進んでいくんですけど、あの辺は、どうやって学んだんでしょう？あ、いや、もう、普通になんか動画作成の本とかを買って読んだりをして、カット割りとかはなんとなくそれでやりました。なるほど、なるほど。もう本当に映画とか映像とか大好きなんですね。あ、そうです。はい。映画が大好きで、子供の頃からよく見てました。多分たくさん見てるのもそのね、影響してるのかもしれないんですけども、本当になんかね、全然そういう映像関係のことをね、初めてっていうところでもすごいね、綺麗に編集されていて、見やすい作品だったんですが、本当すごいなと思いながらも、実際にこの、まあ、セカンドライフ、始めるきっかけっていうのはどんなことだったんでしょう？あ、はい、映画がすごく好きで、はいはい。まあ、自分で作れたらいいなぐらいには思ってたんですけれど、まあ、自分で映画が本当に作れるとは思ってなかったところ、友達がこのセカンドライフっていうのに入れば作れると思うよって教えてくれて、それで、あ、じゃあやってみようかなと思いました。なるほど。ああ、そうだったんですね。まあ、お友達の紹介ということですけども、このマシニマ作りたくてセカンドライフに入るっていうのは多分、このね、対談でもゲストでも大変珍しい、方だと思うんですけど、セカンドライフに入ったらできるんでやってみたっていう方はね、結構いらっしゃるんですけど、本当にその映画が好きでっていうことだったんですね。はい。では、実際に、そのセカンドライフ、まあ、映画作るぞって言って入られたと思うんですけども、実際に入った時の印象といいますか、感想っていうのはどんな感じだったでしょう？あ、入ったばっかりの時は、ちょっと、もうなんか、よくわからなくて、まあなんか友達に、あそこが初心者の場所だから行くといいよぐらいの情報は持ってたんですけど、でもなんか、はいはい、なんかやっちゃいけないルールとかマナーとかあるんじゃないかなとか思いながら、おっかなびっくりやってました、はい。あ、そうだったんですね。実際にね、作品とか作るときに、その、作品を作る場所とか、あと中でね、使ってらっしゃる小道具とか服とかいろいろありますけど、ああいうのはどういうふうに集めてきたりとか、なんでしょう？あ、結構、その、セカンドライフ入って、はいはい。いるとなんか、いろんな人が助けてくれたんですよね。ああ、いいですね。はい、なんか、こうやって物作るんだよとか、ほうほう。いろいろ教えてくれる人がいたので、そういう人たちに聞きながら、結構、やりました。
コックさんとか出てくるんですけど、その人の衣装も、どこで買えばいいのか分かんなかったら、こう、ね、ネットで、ネットで買えるところがあるって教えてくれたりとか。うん、なるほど。素晴らしい。じゃあもう本当にね、こう、中の友達とかそういうつながりでもって、じゃあ、わからないけど聞いたら教えてもらって、いろいろ作ってきたっていう感じだったんですね。はい、そうです。犬という骨で、骨というね、作品でも、コックさんが出てきますが、あれは、ご自身でやられてたんですか、コックさんも。あ、はい、僕がやってます。じゃあ、一人二役ですね。僕のアバターです。あ、はい、そうです。後ろにもね、写真をね、持ってきていただきましたけども。いやー、本当にね、で、表情がまた豊かなんですよね、このコックさんが。はい。やっぱこの表情のスクリプトなんかも、まあ、やっぱ皆さんに教えてもらいながら、こう入れたわけですね。あ、はい、なんか表情を変えることができるアイテムがあるって教えてもらって、うん、それ使ってやりました。うんうん、ああ、すごいですね。やっぱり最初ね、入ると右も左もわからなかったりとか、やっぱりね、こうやりたいと思ってもね、どうしていいかわからないっていうのはね、たくさんあると思うんですけども、そういうのをね、こう、コミュニティの中でいろんな人に出会って、少しずつ、こう、できるようになってきたっていう感じだったんですね。はい、そうです。実際に、マシニマの映画祭っていうイベントにも、なんか、管理、つか、いろいろとされてるってことなんですけども、実際にはどういうことをされてるんですか？あ、はい。その、マシニマ作りたくてやってるんですって言ってたら、映画館組合さん、ほうほう、はい、知ってます。はい。あ、はい、入れてもらうことができて、で、今年からちょっと映画祭に、なんか、オープニングとフィナーレでイベントやろうっていう話がなったので。素晴らしい、はい。はい、その準備とか、ちょっと裏方のお仕事も僕、少し関わらせていただきました。なるほど。ああ、いいですね。やっぱそうやって、ね、はい、コミュニティだとか、いろいろなね、情報のやり取りができるとね、どんどんいろんなことがね、可能性も伸びていきますしね。はい、うん。いろんな人にこう、出会ったり、関わったりして、そういう交流が増えるとまた、なんか情報ももっともっと入るし、すごくいい経験になりました。ああ、いや、本当になんか、マシンは作りたくて入ったんですからね、中でその、夢が叶ったって言ったら大げさかもしれないですけども、こう、十分やりたいことはできてますか？あ、はい、映画を自分が作れるなんて、本当に思ったことなかったので、そうですね、すごい大きな夢が叶ったなって思います。あ、本当にそれはね、良かったですね。まあ、はい、実際にこう、セカンドライフの中でもって、いろいろな活動されてると、なんていうんですかね、いいこともいろいろあったりともすると思うんですけども、特に強いてあげるとして、こう、思い出に残ったことといいますか、やってて良かったなって思うことがあったら、お話伺えますか？はい。やっぱり、やってて良かったなって思うのは、いろんな人と、仲良くなってお話しする機会が、あったことですかね。いろんな人の考え方とか意見とか聞けるのがすごく、やっぱリアルでもセカンドライフでも、そういうのは関係なくすごく自分にいい影響を与えてくれるなってよく思います。いや、本当にね、でもそういう機会がね、増えるっていうのはね、どんどん新しいものが入るとまた新しいね、作品とかにもつながっていきますからね。はい。なるほど。あとね、まあ、実際にこう、セカンドライフって、じゃあ、何でもできるかっていうと、意外にこう、ちょっとしたことができなかったり、難しかったりするものがあると思うんですけど、まあ、マシニマという観点でもいいんですが、セカンドライフで、はい、ここの部分なんとかしてほしいなとか、ここなんとかならないかなっていうところがあったら、お聞かせ願いますでしょうか。ああ、洋服を脱いだり着たりする、はいはい、その瞬間が、はいはい、ないなって思ってて。はい。わかります、わかります。はい、はい、はい。マシニマで、例えば、上着を脱いで、どっかにかけるとか、そういうのができないから、それはなんとか自分で、はい、解決したいなって。思います。考えてもいなかったですけど、確かにまあ、こうちょっとね、変な話だけじゃないですけど、女性が服を脱ぐシーンとかっても、本当になんかこう、それだけでもなんか絵になりますからね。あ、そうですよね。コートを脱いだりとか、帽子を脱いだりとか、いろいろなものも含めて。
あ、なるほどね。そっか、確かに、本当にね、やっぱそういうのは、私、服って言ってもね、本当に着て、脱いだら、ポッと消えますからね、世界の中でそうなんですよね。消えるか出ね。るかしか確かないに。から、脱いでるなるほ瞬ど。間とかが欲しいなって思います。なるほど。なんか逆に言うとね、今言われて本当に私も認識したんですけど、確かにそうだなと思いつつ、なんか逆に魔法の世界みたいなもんですよね。こう魔法かけたらパーッと服が現れてね、着てるみたいな。そうですなね。るほど。そうか。いやでも確かにその、映画だといろんな表現とかいろんな意味合いを持たすときに、そういうね、服着たり脱いだりとか、ものをね、タオルで持って顔拭いたりとかね、やりたいですもんね。そうなんですよね。ほど、すごいわかります。なんかね、私もなんかそういう話聞くと、どうやったらできるんだろうってすぐ考えちゃう方なんですけど、まあ、ぜひともそういうのでもって、新しいね、こう、イノベーションとか、こんなこともできるんだ、みたいなね、作品が出てくるの楽しみにしたいと思うんですが、まあ、いろいろな作品をね、今までに作品は、何本ぐらい作られたんですか？作ったのは、1、2、お、すごい。3、4、5、6本ぐらい作ってるかなと思うんですけど、おお。ちょっとなんかいろんな事情でもう削除しちゃったものとかもあああ、るで、なるほど、なるほど。今きちんと残ってるのは3つぐらいですかね。なるほど、でも、あれですよね、セカンドライフに入られたのは2年ぐらい前なんですよね。いえ、今年の3月です今ね。年、あ、今年の3月、すいません、2年じゃなかった。今年の3月なんですよね。なので、本当に数ヶ月の間にそんなにいっぱいいろいろ作ってるってすごいですね、逆に言うと。結構リアルが暇なので、もう、やりたいだけやってますみたいな感じで。逆に楽しんでるなっていうのがね、伝わるんですごくいいと思いますが、ああ、もう、じゃあ、本当にセカンドライフでもって、そのね、自分のやりたかった、こう、映像制作ができるっていうのは、本当に楽しんでるってことですね。すごく楽しいです。なあ、いいですね。実際に、まあ、そういう中でもって、今後ですね、まあ、映像制作、まあ、今いろいろな作品も考えてたらと思うんですけど、今度、こういうのを撮ってみたいなっていうか、こんな話をやってみたいなっていうのがあれば、お話とか伺えますか？今作り始めてるのが一つあっおお。て、このパネル、9枚のパネルの中の左斜め下の写真、これですね。駅の写真がありますよね。駅を舞台にして、朝の通勤とか通学の乗り換えの合間にホームで起こることを、ちょっと、お話にして、連続で何話か作っていけるものを今考えてます。いいですね。この駅での、まあ、出会いとは限らないですけども、いろいろなね、こう、人間ドラマとかね、交差点みたいな感じでもって。へえ、でも、ほんと駅そとんななる感と、じあれじゃで。ないですか、今度、エキストラさんが必要になってくるんじゃないですか？そうですね。エキストラさんも、頼もうかなと、ちょっと思ってます。もしあれでしたらね、ここの席でぜひ、参加してくださいみたいなね、形で言っていただいて。ですけど。もでしも、興味ある方いたらぜひ。そうですよね。やっぱり毎日、なんか形になるね、作品を作るって本当に面白いことで、まあ、大変な部分もたくさんあると思うんですけども、やっぱ出来上がった時は嬉しいと思いますし。すごく嬉しいですね。うん。特に、誰かが見て、見たさ、見てこんな風に感じましたとか、感想を言ってもらえると、本当にすごく嬉しいなって、作ってよかったなっそうですてよ。思ったりします。いや、本当にね、なんかこう、お話伺ってるとね、楽しんでるなっていうのは本当にしみじみ伝わってきて、しかも、このね、やりたいマシンマンがね、存分にやってるっていうところはなんか羨ましい限りですけども、あっという間にですね、こうやって話した時間が経ってしまうんですが、最後に、視聴者の皆さんにですね、宣伝も兼ねて、メッセージ、コメントがあればよろしくお願いいたします。マシニマを作って、自分の YouTube に今上げてるんですね。なので、YouTube、もし興味持ってくださる方がいたら、YouTube の方見ていただけるとすごく嬉しいです。ありがとうございます。本当にね、
こういうね、自分でもっていろんなものを作りながらやってる。で、やっぱり皆さんのね、声援とか、いろんなコメントとか、ね、励みになりますから、ぜひともね、そういう中で、いろんな作品を今後とも作っていただきたいと思いますが、今日は本当にありがとうございました。犬アはい、バありターがとうごの、ざいました。高橋佐藤さんでした。どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。